はい、ということで、はい、今日は何しに行こうね。やっぱり男の子って、まあ、子供心忘れないじゃないですか。そうだね、昔をやったゲームやらね、そう忘れないね。でも女の子って割とね、大人に走りたくなっちゃうっていうかね、どんどん流行に乗って子供心忘れてると思うんですよ。僕らはやっぱりそういう子供心持った女の子見つけたい。なるほどなるほど。ということで今日は、はい、なんとみんな大好き、裏切ったいやりが止まらんぜ。子供の頃を忘れていない、はい、スコブラ女子を探せです。いい渋谷。はい、それではやっていきましょう。はい、レッツゴー。じゃあ2人組にちょっと聞きたいと思います。今スコブラ女子を探してる。あー、スコブラじゃないです。ないですか。あ、普通のブラジャーのすいません。コブラ経験はない。ない。あ、ありますか、コブラ経験は。ということで、なんとひなゆいちゃんに遭遇しました。ひなたゆいちゃんに遭遇しました。お世話になってます。今ちょっとインタビューしてて、今ってスコブラですか。スコブラ女子を探せじゃないです。違いますか。スコブラ期間ってありますか。ちなみに小学生早っ。え、小学生って作るのスコブラとか。つけないつけないって、あんた女子みたいなニュアンスやめろよ。全員つけてなかった。なんで見てんだ全員って。はい、次アンケート答えてくださる3人方いましたので、こちらの方たちです。はい、かわいいかわいいかわいい。めっちゃ照れてるやん。はい、質問です。はい、あなたたちは今スコブラですか。お、今の反応怪しかったな。今の反応怪しかったな。まさかスコブラ本当にスコブラ。お、何みんなそう。逆に何かまだ出てる。あ、そうなんだ。あれ、ちなみにいくつですか。13年。というわけで、はい、次のお二方を見つけましたので聞いていきたいと思います。はい、というわけで質問です。スコブラをつけていますか。またブラ。今は違う。今はつけてない。昔は昔はつけてた。中学校とか。あ、中学校はつけてた。中南から。はい、ということで何人目か忘れましたけど質問します。今ってスコブラつけてますか。つけてない。つけてないの。スコブラ経験はありますか。あります。ちなみに何歳くらいの。中学校。高1ぐらいまで。高1くらいまで。今のところの統計によると意外と長くつけてるタイプだわ。意外と。こちらの二人の方です。かわいい。キャッ。かわいい。キャッ。流行り太郎の好感度を上げる。最低や。で、ご質問です。今スコブラつけてますか。そう。でも何この質問。今までの話からすると中3だったら半分ぐらいの確率でつけてるらしいんだけど、つけてない。はい、今までのやつ嘘つくなよ。はい、というわけで次の2名の方にご協力いただきました。こちらの2人の方です。違う、あんたじゃないって。はい、こちらの2人の方です。はい、はい、では自己紹介から。そんなやってないでしょ今まで。はい、質問です。今スコブラつけてる人いますか。今つけてない。今つけてない。スコブラじゃない。スポーツのブラジャーつけてない。あー、学校ではつけてる。つけてる人いますよ。あー、せーの、スタンバイ。やったことない。やったことないです。はい、ということで、はい、ということでインタビューしていきたいと思うんですけど、今ってスコブラしてますか。あ、してます。私はしてない。スコブラです。お、マジマジ。なんでスコブラなの。なんでですか。なんか
おいおいおい、なんでだろう。え、マジスコブラだった。うん、スコブラだった。何に集中してるんや。じゃあちょっと僕もいただきます。お、おい、こんな大胆にやっちゃうの。あ、マジだ。マジマジ。ピンクの花柄。はい、ということで、次の女性2人、癖がすごい間を通るタイプの2人。はい、ということで、その質問なんですけど、今おいくつですか。15歳中3。よっしゃ。今ってスポーツブラジャーですか。スポブラつけてますか。そうです。お、あ、違う、違います。いました。本当にいた。いました。はい、じゃあ一緒に夜の街へ行ってきます。行ってらっしゃい。バイバイ。スポーツ祭りだ。